こんばんは、クリミナルです。今回はオーストラリアのキラーを取り上げます。1996年にオーストラリアのタスマニア島で銃乱射事件が発生し、同国に厳しい銃規制が導入された。犯人はマーティン・ブライアントである。この事件の報道を刑務所のテレビでじっと見つめる男がいた。その男は事件の犠牲者が35人と聞くと拗ねた様子で独房へと戻っていった。ジュリアン・ナイトは1968年3月に生まれた。生後10日目にナイトは養子となり、軍人である養父は彼を大事に育てた。ナイトは立派な軍人の養父を尊敬し、将来自分も軍人になりたいと思った。またナイトは3人兄弟の長男で、弟妹と仲が良く幸せな幼少期を過ごした。しかし12歳の頃、養父母が離婚し、養母がナイトを引き取った。ナイトは養父母は完璧で尊敬すべき夫婦と思っていたため、離婚に大きなショックを受けた。その後ナイトはメルボルン高校に通った。成績は良く人気者で、ガールフレンドもいた。ただ教師の目からは無理して明るく振る舞っているように見えていた。ちなみにナイトは養父母の離婚に対し怒りを覚え、離婚を思い出しては号泣し、大量に飲酒していた。彼はこの事実を隠していたが、ガールフレンドのみに打ち明けていた。この頃彼は第二次世界大戦に強い関心を持ち、本を読み漁った。また彼の教科書には様々ないたずら書きがあり、その内容から新ナチス、新米、反共産主義、人種差別主義が見て取れた。さらにシリアルキラーやマスマーダーを取り上げた書籍を熟読していた。中でもテキサスタワー乱射事件の犯人、チャールズ・ホイットマンに強い関心を持っていた。ナイトは18歳の頃に陸軍士官学校に入学した。こうして夢だった軍でのキャリアをスタートさせたが、彼は国のために入隊を志したわけではない。戦争がしたかったのである。戦争で多くの敵を倒し、最後は華々しく散る。そんな空想にふけていたのだ。ただ、座学や実技演習の成績は悪く、無断で持ち場を離れるなど、問題行動をたびたび起こしていた。また、力は弱く、同僚からいじめられていた。現実は厳しかったのである。その後ナイトは酒に逃げた。そして、飲酒中に上官を刺す事件を起こし、除隊となった。こうして軍でのキャリアは閉ざされ、母親とガールフレンドに愛想を尽かされてしまう。全てを失った彼は連日飲み歩き、バーで武勇伝を語り、ガールフレンドとの破局を嘆いた。そして自暴自棄になったナイトは1987年8月9日日曜日の夜に事件を起こした。事件の舞台となったのはメルボルン郊外クリフトンヒルのホドルストリート。ナイトはライフルと散弾銃を持ち、幹線道路の傍らから通りかかった車や歩行者に向け無差別に銃撃を開始した。現場はパニックになり、多くの車が立ち往生した。そして身動きが取れなくなった車のドライバーをナイトは銃撃した。生還者のアンドリュー・ハックさんはこう述べている。30年経った今でも私は苦しんでいます。現場はジェットコースターのようで、車から火花が飛び散ったのは覚えていますが、わけがわからないまま運転を続けました。その後大きな衝撃音がして、体全体に痛みを感じました。私は銃で撃たれていたのです。4発撃たれたハックさんは車から降り、近くのホテルへ逃げた。そして銃を乱射している奴がいるとフロントマンに伝え、気を失った。その後現場に警察が駆けつけると、ナイトは警察に向け発砲し逃走。
警察のヘリコプターにも発砲した。ナイトは逃走を続けたが、約30分後、警察に逮捕された。この事件で7名が死亡し、19人が重傷を負った。ナイトは最後まで往生際が悪かった。自身の凶行を養子だったせい、ガールフレンドに振られたせい、さらには銃の撃ち方を教えた軍のせいと言ってのけたのだ。こうしたマスマーダーやスプリーキラーは逃走意思がないケースが多く、犯行後自害するかおとなしく捕まるか、もしくは出頭するケースが多い。ナイトは銃で自害するつもりだったが、現場から逃げ出した。彼は死ぬのが怖くなったのだ。後の裁判でナイトには終身刑が下された。事件から数週間後、ナイトはある詩を書いた。サイレンと銃声が死にゆく人々の叫びをかき消した。慈悲の天使は動揺し、狂気の悪魔の手の中で病的な任務を遂行した。彼は詩の中で意識的に犯行に及んだわけではないと主張したのであった。現在もナイトは警備が厳重なバーオン刑務所に収監されている。自身の失態から自暴自棄になり、事件を起こしたジュリアン・ナイト。彼は戦争に興味を持ち、シリアルキラーやマスマーダーにも強い関心を持ちました。彼の頭の中では自分は屈強な軍人で戦争の的となる人物だったのでしょう。しかし現実は真逆でした。軍に馴染めずいじめられる始末。彼は先に逃げ、上官を凶器で襲い、除隊されてしまいました。ここで立ち直らず、他席に走ったのが彼の心が弱い証拠です。心が弱い戦争好きの男が銃を手にした結果、惨劇が起きてしまったのです。トリガーとなったのは軍の除隊とガールフレンドとの破局でしょう。また、ナイトの場合、養父母の離婚がトラウマとして蓄積された可能性があります。アメリカの犯罪心理学者、レヴィンとホックスは、犯罪を起こす要因として、以下の6つの要因が積み重なり、さらにそこへ拡大自殺の要因が加わった時に事件を起こしやすいと述べています。1、長期間の欲求不満。2、多責的傾向。3、破滅的な喪失。4、外部のきっかけ。5、社会的、心理的な孤立。6、武器の入手。まさにナイトに当てはまっています。彼は多責志向であり、軍を除隊となった上、ガールフレンドを失いました。そして銃を持ち、最後は自害するつもりで凶行に及んだのです。ドイツの哲学の研究者、エーリヒ・フロムの自由からの逃走の解説に、こんな一文があります。彼の陽気さは、不安と怒りを隠すための手段である。養父母の離婚に怒りと悲しみを覚えていたナイト。学校では明るく振る舞っていましたが、ガールフレンドだけに打ち明けた悩みに、長い間苦しんでいたのかもしれません。